听众朋友，谢谢你的收听，下次节目再会。情報が共有できるように
なりました。次のニュースです。24日バートル・ビリル教育文化科学スポーツ大臣がスー・スン・パコスウル市立大学校大統領率いる代表団と会談しました。会談の際インド、インドネシア、ベトナムなどアジアのいくつかの国で調査をした結果ソウル市立大学校は外国でも初国際キャンパスを徒歩圏で作るようになり徒歩圏自治が応援したことについてスン・スン・タク氏が強調しました。学校のキャンパス建設作業は2020年から開始し2023年に大学試験をする計画をしているとのことです。また同大学はサンプレス1つまりモンゴルで3年間学習し韓国で1年間実習するカリクラムで活躍するとのことです。スマート都市計画、建築家、ICT、軍事ガバナンス、農業の専門で教育を与えると紹介しました。この式でバートル・ビリル教育文化科学スポーツ大臣が我々に外国と共同学校を作り建設形で発展させている経験があります。例えばモンゴルとドイツ共同有益の交渉技術大学です。スウル市立大学校プロジェクトの場合地方で実施するのが特徴で都市化を削減するため有意義なプロジェクトです。そのため市民教育を与える交渉活動を経営する教員及び人材を務めさせることに関する機構をモンゴル法律とありまた会食で応援するとき答えることはありませんと述べました。施行1年間の歴史を持つスウル市立大学校に現在モンゴルの25人の学生が入学しているとのことです。次のニュースです。JICA はウィークリーミーティングをベルメール校で主催しました。18日和歌山長期専門家がベルメール校社会保険事務所を訪れ18人の職員対象にウィークリーミーティング研修を行いました。研修の内容は日本の厚生年金保険料徴収事業でした。職員はモンゴルと日本の厚生年金保険料の納付システムの違い日本の厚生年金保険料額は欠点の仕方の差について述べました。モンゴルでは専業主婦という概念がないため日本で専業主婦が離婚した時の厚生年金はどうなるのか関心があったようです。バグメル校社会保険事務所所長は今年5月に日本で実施した研修に参加しました。日本では事業主や被保険者から受付したための届け書や受付をすぐにデータ画像化しコンピュータ画面上で届け書の審査を行っていることなどその経験談を職員に共有しました。以上9月25日水曜日のニュースをお伝えしました。ここでステーションして一曲をお送りします。歌手マーギーさんは愛しているかという新しい曲です。どうぞお楽しみください。
モンゴリア2000局会議の主催者
ミングルセクターアソシエーション長であるゾルジャロンさんの話をお聞きください。Nagas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  Alfenbeyskiye çözüm çözücüsü Sayın İdil Tetski'nin üstünlerin tutumunda şoka tam stüdyat sarıfı kişi boyası koydu kılmasasız bana asıl dört asıl dört bana za onda tırasın duyan nesini sasmayın asıl kasas kutu asıl da askansın yeltisi tut bunu direkt kayırman gözü edet asıl sinusun sasmayın モンゴルは自然資源の蓄えがあるためです。これを経済循環に入れ国民の労働的に棒を分けることは我が国の目的になっています。それで石炭分野の問題は特別に話す課題になっています。今年の国際会議に15カ国の3000人くらいの代表者が参加しているうち新規に500人、展示会に60くらいの会社がそれぞれ参加しています。会議でモンゴルの石炭にどう技術を占めるか、どう付加価値税を締め込み国民に利益を与えるか、この分野に不足されていることなどたくさんの問題について話し合っています。国民は市場資源の利益を次の形で届くと判断しています。第一、領域の交渉分野に更新されればされるほどこの分野で雇用場が増加されます。雇用場は企業と福祉で国民に伝えられます。第二、市場資源を株の形で届けます。つまり株価から利益をもらう形がありますと語りました。フォーラムにて中国の石炭市場の分析で2019年から2020年の見込み、コークス販売問題及び鉱物市場の見込みなどテーマのスピーチ、大根部県と内モンゴル自治区バイオンモール県の幹部、通関上の代表などによるオープン協議が行われました。モンゴル国家は石炭分野に投資した結果、この分野で現在1万5000人のスタッフが働いています。1年4500万トンくらいの石炭を採掘し、3500万トンくらいの石炭を輸出しています。これを5年前と比較すると2倍、10年前より5倍増加しているということです。鉱山分野は国内総生産の 22%、 工業製品の 70%、 輸出製品の 90% を占めています。主な輸出製品である石炭輸送、採掘、輸出の問題があります。モンゴルで活発に活躍している54の特別許可を所有する企業があります。この中、輸出採掘を主にしているタデン・テルワ、メリン・ソハートという2つの大きい工場があります。インド、タデン・テルワ工場に3つの大きい企業が活動しています。メリン・ソファータの交渉には5つの会社が活動しています。イルピニス・タブントロゴ株式会社はタブントロゴ交渉に基づき活動します。各時代の政府が同関心の活動を改良するプロジェクトを活発に発展させる、利益をモンゴルのために使う、モンゴル人に届ける提案を出し、対策や規定を出してきました。そのため会社の発展戦略的目的を30年それ以上の年で計算し、比較した計画の次の段階に移す、移転を正しくする活動を戦略を集めています。8段階に交渉の蓄えの計算を生成する、それに従うインフラ、つまり鉄道、道路に関するプロジェクトを開始し、石炭濃縮工場を建設する、
貧困問題を解決する、必要な投資を得る、国際市場に規模を得るため活躍しています。石炭分野はモンゴル経済において大きな位置を占めるようになり、この分野の現在の状況、将来性についてこの日本語では会議から見て評価できます。ここで先ほどのモンゴル石炭アソシエーション長ドルジャルさんの話をお聞きください。Это лифт у нас должен нас танцы у нас это очень скоро тебя интересует. А какие скорости у нас это сейчас? Нет, мы то есть мы должны знаем дальше. Почему? А мы зову это хорндеры, хорндеры нам дальше не нужен. А почему? Мы то есть где? Где Ваякуна? Города. Таван Корова Коша. Гашуа Сухата. Цуканджа Маде.一旦石炭は34米ドルで輸出しています。もし鉄道で輸送したら輸送費が下がります。この際で出ている金額を節約したら国民に利益を株の形で届ける機会があるのです。このマネジメントをするため迅速に鉄道を検出する必要があります。ロシアは石炭分野のインフラに200億米ドルを投資し、1年に1億5000万トン、合計7億トンの石炭を中国に輸出する計画を立てています。それで我々が、既存にリーダーしようというアピールで、この日モンゴリア2019国際会議を主催しています。既存にリーダーするため、我々に鉄道、濃縮工場、発電所が必要で、閉会主催を改良すべきです。これらの問題を解決したら、我々は石炭を第3、第4両国を輸出する可能性が出るのです。と語りました。モンゴルで15箇所で300個くらいの石炭工場が発見されています。石炭採掘量が増加しています。新しい石炭濃縮工場もたくさん建てられ、アロ工場は活動を開始しました。今は採掘から濃縮、製品、輸送技術資源があっています。この日本語では輸送局国際会議で技術進歩について強調し、生産者及び救急車のビジネスカーで協力を最大付きで年齢付きに拡大する目的を立てました。会議を主催した結果、この分野のリーダーたちはビジネス関係、協力について楽しく話し合ったり、人間対策、計画、新しいプロジェクトについて情報を与えたりしました。ここで先ほどのドルジャルマさんの話をお聞きください。これが石炭入ったで、現在もしに殺破した発想石炭に本物的ですか。アートとして問題があったじゃないですか。何年だと、もしにアートが来てちゃうんですか。もしにアートとしては殺ってるで、もしに来てたとしん投資家のため、中国の投資家は多いです。この分野で石炭工場を購入する、所有する問題に中国の会社は新生工場で活躍しています。大手工場といったモンゴルの LG リソース社があります。製品を出資する炭鉱の 70% モンゴル国立および私立地方投資の会社が占めています。炭鉱から280km 離れているところに中国の鉄鋼業が活躍しています。我々にたくさんの機会があるのです。中国は船便で輸入する石炭の使用を減少し、隣国から購入する機会があります。モンゴルは1億トン余りの石炭を採掘する可能性があります。が販売しているのは3500万トンです。政治
シア側からは4000から4500万トンの需要があります。わかりました。主催者としては何らのセクター分野を国家、私立会社、公共総合理解、経営校に基づき自然に優しい状態で発展させるのがモンゴルの経済成長、安定発展に直接関すると判断しています。今回の会議で経営者は緊張し、供給者、生産者、購入する側のビジネス交流、協力を拡大する目的を立てています。今日は石炭分野の販売、東州国際会議公益運動部2010分についてご紹介しました。番組の終わりに電子サウンドプラスの産業文化週の1回という曲をお送りします。どうぞ楽しくお聴きください。皆さん、どしどしお便りにして